ブーシャワチャオ、実況研修役のシャワーズです。あなたの目玉にハイドロポンプ。ウーオーどころか吹き飛びそうなんですが、それは、どうも実況の EV です。今回は緊急企画、シャワーズに聞いて、参加してみたー。突然なんか始まったんだけど、ロゴの色がやかましすぎるんよ。企画のルールを説明しよう。先発に私を繰り出して、そのまま一回も交代せず3立てするだけ。簡単な話です。いやいや簡単って、普通に考えてそんなの無理に決まってるでしょ。ポケモンを舐めすぎですよ。むしろ舐めてるのは君ですよ、EV君。EV な。私の実力を舐めている。今からこのバトルで思い知らせてやるからな。先発はもちろん私、あとは適当な2匹を添えまして。ほんじゃそろそろ行ってみよう。シャワーズの実力は、どんなもんじゃー。テリッパ振りすぎなんよ。ということで、対戦よろしくお願いします。お相手の先発はカバルドン。こちらはシャワーズなのでさすがに有利対面だね。初手から一気に3立てしないといけないからね。振り対面引いたら初手降参まである。ちゃんとバトルしなさい。それではまずは技構成の紹介。今回の私は、溶ける瞑想型。初手からガン積みしていって、そのまま相手を詰ませる方だよ。今作でブイズ全員に配られた瞑想。これが私と最高に相性いいと思ったんだよね。確かにシャワーズは元から溶けるを覚えていたから、防御力の方は簡単に上げられたけど、特防や火力を上げる手段は乏しかったから、地味に困ってたんだよね。しかし瞑想が全て解決してくれる。早速積んでいったよ。しかしお相手はあくび。積み技とは相性最悪の技だけど、どうする？心配は無用さ、イーニー君。EV な。今回は回復技として、眠りを採用しているんだよね。眠り状態になる代わりに、体力を全回復する技。ということは、もちろん持ち物はカゴのみ、催眠対策もバッチリですよ。なるほど。これならあくびを恐れずに瞑想を詰めそうだね。ということでもう一回瞑想。瞑想するときは、心を無にして集中することが大事。集中集中。すやー。寝るな。これで特攻2段階上昇。もうカバルドンくらいならワンパンできるでしょ。確かに次のターンあたりから攻めていっても良さそうだね。お相手はステルスロック。しかし私は交代しない。ヒカヌ、コリヌ、アシレイヌ。どっから出てきた。すやー。わーやったー。熱湯帰ってきたー。寝言言ってんじゃねえよ。実際熱湯さえあれば、瞑想熱湯型が最強だったと思うんです。確かにそれはそうかもしれん。ってことでブースター。はい。私の波乗りに合わせて火炎放射よろしく。コラボで熱湯を作ろうとするな。仕方ないので今回は波乗りで我慢します。暗いカバルドン。特攻2段階上昇の一気抜群な実り。これにはカバルドンもたまらずダウン。まずは1匹、このまま残り2匹も倒しちゃうよ。お相手2体目は鉄の武人、エルレイドの未来の姿と言われる、フェアリー格闘タイプのポケモンだね。原始と同じく、高い攻撃力と技跳ねが特徴だよ。鉄の武人って、確かリーフブレード覚えたよね。さすがにそれは耐えないかもな。今回のシャワーズは HD 振り、ある程度防御力に自信はあるものの、抜群技はさすがに怖いね。そんなあなたにおすすめ。びっくりした。抜群技が怖い。それならばやることは一つ、タイプを変えるっきゃないよな。なるほど、テラスタルでタイプを変えて、本来抜群の技の威力を抑えようというわけ。そういうこと、行くぞ、テラスタル。はい。私のテラスタイプは草、これでリーフブレードも半減で受け切れる。なんかとんでもない技が来ちゃったけど、まさか攻撃、してないよね。何しかねえこのビッグウェーブに。ダメだこりゃ。お願い耐えてー。あー。お疲れ様でした。帰るな。ということで2戦目やっていきましょう。今度こそ3立て決めてやりますよ。お相手はなんだかバグが多そうな名前ですね。やめなさい。もちろん先発はこの私、あとは適当に選出して大ヨロです。しかし今回の相手も厳しそうだね。キノラッサとかどうするのさ。今回素早さを上げる手段はないわけだし、上からキノコの奉仕されて終わりでは。何を言ってるんです。私のテラスタイプは草だから奉仕を無効化できるんですよ。地味に噛み合ってるの腹立つな。他にもウォッシュロトムに対してメインウェポンを両方半減できるようになるのも強み。今回みたいな方でなくともシャワーズの草テラスタルはおすすめだよ。早速お相手の初手はロトムということ他のブイズに頼ることもしないし、いきなり切って大丈夫そうだね。行くぞ、テラスタル。ちなみに初手の技選択は瞑想。トリックされたら負けです。ガバガバで草。結果ボルトチェンジだったのでバンジーオーケー。テラスタルのおかげでダメージも抑えられたし、余裕を持って詰めますね。そしてお相手の交代先はサーフ号。新登場ながら、対戦環境の頂点に君臨するポケモン。バランスのいい種族地と、変化技すべて無効の特性が強力だね。しかしそんなサーフ号も私には無力。瞑想を先に積んで特防アップ。特殊型がほとんどで、草に抜群をつける技もなかったはずだし、確かにこれはお相手さん困るかもね。そうでしょうそうでしょう。あ、トリックされたら負けです。草テラバースト。しかしお相手は交代。どうやらこだわりトリック型ではなかったみたいだね。そして交代先は海流。特殊での突破が無理と踏んで、物理技で攻めることにしたみたいだね。まあこんだけ瞑想を積んでくる相手なら、そう判断するのは自然な話。だが甘い、甘いドミンよ。チョコラテのように甘い。私の積み技は瞑想だけでなく、溶けるもあるんだからな。確かに物理特殊どちら相手にも詰めるのがこの方の強み。しかし海流の火力相手に詰めるかどうか。さあ、
ここでは相手はユウマイ、攻撃力と素早さを上げて全抜きを図るが、ユウマイで上がる攻撃力はたったの1段階、対して私のトケルで上がる防御力は2段階、その差は歴然。しかも今回のシャワーズは HD 特化、おそらくこの回遊では突破できないだろうね。実際のダメージを見てみよう。お相手の回遊の神速ですが、乱数6発ってとこですかね。これはひどい。さらにもう1回トケルを積んでいきます。これで完全要塞か。もう物理技で倒すことは無理でしょう。ここでのシャワーズの能力は防御力が4段階、特攻と特防が2段階ずつ上昇。地獄かな。柱は積んで積んで、相手は積んで積んでって感じですね。よくわからないですけど、しかしお相手も諦めませんね。またロトムに交代ですか。何か有効打があるのかな。一応まだトリックの可能性も残ってるし。でももうこちらはこれ以上積む意味はない。波乗りで攻めていくよ。半減ながら特攻上昇のおかげでいいダメージ、あと2回で倒せるかな。これでトリックされても大丈夫なはず。さあどうするニーニョ。もうちょっと抗ってくれないと取れた化石に微妙だぞ。やめなさい。ここでテラスタル。果たして何タイプになるのか。クサミ抜群をつけるタイプに変化してテラバーストを打たれるのが負け筋かな。いやいや、そんなまさか。都合よくクサミ有利なタイプになんてな。ゴリだー。氷なんてこれまずいですよ。こっちは2段階上がってるとはいえ特防も不利。テラバースト耐えるかわかんない。おでんすえろ。私はもともと防御より特防の方が高いんだ。私の耐久力を信じろ。耐えろ。ギリギリだったけどなんとか耐えた。お相手はタイプが氷弾タイプに変化している。波乗りが当倍で入るようになったね。これでさっきよりダメージが増えてロトム突破。ふぅ、これで一旦落ち着いたし、 BGM も止めてお茶でも一杯どうですか。言ってる場合かー。まだピンチは続いてるよ。さっきのテラバーストのせいで体力は残りわずか。いくら特防が上がっててもサーフ号の攻撃で落ちるかもしれない。やだやだやだ、せっかくここまで詰めたのにこっから負けるなんてやだ。ならばここのシャドーボールを耐えるしかない。逆に言えば耐えて眠るで回復すればこっちの勝ちだよ。私この勝負に勝ったら宝食堂で腹いっぱい飯食うんだ。死亡フラグ立てんな。耐えろ。すやー、おやすみ。とまあ、ここの眠るを見てお相手の心が折れたようで、コウさんが選ばれました。一応急所という負け筋がなかったわけではないけれど、シャワーズの巣の耐久力的にも、2連続急所とかしかな煙だろうし、そりゃコウさんもするよね。これで実質3立て達成。溶ける瞑想シャワーズの強さも、少しは伝わったんじゃないかな。よければみんなも使ってみてね。ということで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。